セットトップボックスとテレビを S 映像ケーブルでつなげる場合、セットトップボックス背面にある S1、S2 映像出力をご確認ください。すでに他のテレビの S 映像入力に S 映像ケーブルで接続されている場合、新しいテレビへつなぎ替えが必要です。現在のテレビの S 映像入力から S 映像ケーブルを外します。抜いた S 映像ケーブルを新しいテレビの S 映像入力に差し込みます。セットトップボックス背面の音声出力とつながれている白と赤の音声ケーブルをご確認ください。ケーブルの先がテレビを交換後もお使い続けるオーディオアンプなどに接続している場合はそのままでご利用ください。音声ケーブルの先が現在のテレビに接続されている場合はテレビの音声入力から白と赤の音声ケーブルを外します。抜いた音声ケーブルを新しいテレビの音声入力に色を合わせて差し込みます。以上で接続先テレビが変更されます。セットトップボックス背面にある S1、S2 映像出力の空いている端子へ新たにテレビを接続する場合、S 映像ケーブルをご用意ください。 S 映像ケーブルは本機からの映像信号のみを伝送しますので、同時に両側が白と赤の RCA ピンプラグ音声ケーブルもご用意ください。用意した S 映像ケーブルの一方をセットトップボックス背面の S1、S2 映像出力に差し込みます。S 映像ケーブルのもう一方をテレビの S 映像入力に差し込みます。用意した音声ケーブルの一方をセットトップボックス背面の音声出力に白と赤の色を合わせて差し込みます。音声ケーブルのもう一方をテレビの白と赤の音声入力に色を合わせて差し込みます。以上で S 映像ケーブルを使用したテレビとの接続は完了です。